急に回し始めるんですよ。てかもう回ってる可能性ある。回ってほら、これお久しぶりです。お久しぶりです。来ました。はい、1年ぶりの1年ぶりの高松、はい、盆栽Qさんのね、中の人の、まあ、第二の故郷ということになんかなったみたいですけど。なりました。ありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそ去年はもう本当助けていただいて。いやいやいや、こちらこそ。あのおかげさまでね、今回まあ高松盆栽の里フェスタのまあ宣伝動画にはなるんですけど、去年も盆栽Qさんのおかげでかなりの数1000人近く増えてると思うんですよ。本当ですか。はい、本当にありがとうございます、はい、半分以上Qさん呼んだんじゃないかなっていうぐらい。なるほど、はい、ほんでまた今年もね、無理言ってお呼びして、はいはい、来ていただいてます。今回高松盆栽の里フェスタ2023なんですけども、開催する場所がね、 J 高松盆栽の 里でそこの所長さんいらっしゃいますんで、ちょっとお呼びいたします。こんにちは。こんにちは。どうも。どうも、高松盆栽の里の神山です。お世話になります。10月の28、29、まあ、このうちとしては結構大々的なイベントの高松盆栽の里フェスタ2023を開催いたします。コロナ禍でね、なかなか開催できなかったところがあったんですけど、去年からやっと復活しまして、結構盛大にね、来てもらってますんで、また今後皆さんのご参加をお待ちしてますんで、よろしくお願いします。はい、はい、ありがとうございます、はい。僕にはなかなかできないきちんとした紹介をしていただきましてありがとうございます、ね、結構この単にね、盆栽を売るっていうだけじゃなくて、まあまあイベント用意されてるんです。オープニングセレモニーみたいなのが28日土曜日のね9時半からあって、まあ目玉結構いろいろあって、盆栽オープンスクール、その盆栽の里ね、もう熟練の方がねいっぱいおられるんですね、はい、その方でも普段だった授業料払わなくちゃいけないとこを、まあ、舞台の上でねいろいろ説明してくれるというの、そんなのがあったりとか、いろんな特別展示もあるんです。特別展示の11点の中からその中からいいねをね皆さんしていただいて、その中の抽選で3名に1万円相当の盆栽プレゼントと。あ、そうなんですか。はい、盆栽プレゼントがあるということで、はい、でそんなんがあったり、あとまあ即売があって、あとストリート盆栽というのがあって、それは材料はまあこちらであらかじめ決めてるんですけども、そのまあ材料費をお支払いしていただくだけで、まあ、その場でそのプロの指導のもと作業ができる。お家帰ってね一人でするとなったらなかなか心細いところもあると思うんですけど、それをプロに聞きながらできるという、まあ、ストリート盆栽、はい、あとはまあ盆栽のオークションですね。これ毎年ね何かしらの盆栽祭りこっちの方でやってるんですけども、いろんなところでやっぱオークションやるためにやっぱすごい大盛況で、例えばね1万円するのがもう5000円ぐらいで競り落とされたりとか、下手したらもっと安い時もあったりするんですけども、かなりお得なねお買い物ができる。しかもその1000円とか2000円とか自分でね声出して、まあ、なかなか白熱したはお客さん同士のバトルみたいな ね、まあ、そんなのも参加できたり見たりみたいな。あとまあ盆栽クリニックというとこもありまして、それもやっぱプロがここその日にねいっぱい会場におられるんで、その中の先生が診断してくれると、まあ、自分の今実際持ってる盆栽をちょっとご足労ですけども持ってきていただいたら、実際それ見ながらこうしたらいいですよとか、そういう診断をしていただけると、はい、どう作るかも多分教えていただけたりするんじゃないかなと思います。盆栽格付けチェック、どっかで聞いたことのあるような名前なんですけども、おそらく内容は、まあ、いい盆栽が2つ並んでどっちが高いでしょみたいな、多分そういう感じですね、はい、まあ、クイズで楽しんでいただけたらな。あと食べ物もね結構充実してるみたいなんです。今年はでキッチンカーも何台か来ていただいて、2日ともに土日ともに、であと香川大学のね学生さん、皆さん女子大生さんかな、が盆栽カフェっていうのをしていただいて、かわいい、うん、かわいいデザートっぽいの、ね、かわいいデザートでも女子大生もおそらく可愛い、はい、SNS とかで見た盆栽ガールズプロジェクトっていうところのスイーツショップってことなんですね。そうですね、まあ、大体イベントはそれぐらいですね。では実際棚場、まだねイベント用の棚場にはしっかりなってないんですけども、まあ、会場ちょっと喋りながら、ね、はいはい、1年ぶりご案内させていただけたらなと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。ちょっとベラベラと一人でずっと喋ってましたけど、はい、まあまあ会場ね結構広くて常に何千本ぐらいは置いてる
と思います。何でもない日でこんだけあるんですもんね、はい、そうそうそう。でありがたいことにね、最近ちょっとお客さん多くて、やっぱコロナの影響でちょっとなかなかだったんですけど、コロナがね落ち着いてきてからすごいいっぱい来ていただいてね、お買い求めしていただける方も増えて、この場を借りてありがとうございますまあこういうね、あの香川特産的な、はい、ちょうどいいサイズのね、あのこの辺五葉松ですかね、生産地なんで、やっぱりそのこれ今売ってる人がね一から作ってるんですよ、この辺りでもね。なかなかそれは盆栽屋さんね、いろんな盆栽あると思うんですが、一から完全に作ってる方ってなかなかねいらっしゃらないと思うんで、この辺もみんなもう生産物ですね、うん、売ってる人が一から作るっていうね、なかなか認識、はい、認識もあるコロスに来ないと見れないですね。あ、錦松、このサイズ。あ、そうなんだ。錦松っていうのはね、こういう幹とか枝がね、皮がすごくこう大きくなるというか、そういう性質を持った、まあ黒松の一種と言っていいと思います、はい、目とか歯はもう全く黒松で、枝と幹がねかなり違うなという。これでもちょっと見てみましょうか。15,500円多分樹齢30年じゃできない、多分40年以上ぐらい経ってると思うんですよ。でこれですから ね、そうなんですよ。いっぱいあるんですよ、大きい。そうそうそう、ただね大きいんですよね。そうなんですね生産地遠くから来る人としては、はい、この辺ちょっと大きいです、まあ、小さいのもちらほらあるんです、はい、あこの辺なんかあれですね、黒松は黒松なんですけど、ことぶきですね、普通のことぶきかな。そうですね、ことぶき、葉が短くて、そう。これが一番伸びてる状態なんですか？もうちょっと伸びるんですか？これでほぼマックスだと思います。今日が10月のまだ初旬なんで、はい、でもまあ伸びてももう伸びないかな。これで。五葉松でもこれより長い葉ありますよね。そう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 。この方の特にまた葉が短い感じもしますけど、いやちょっと今びっくりしたんですけど、これ枝いっぱいついててね。サイズこれぐらいだったらまだそんな大きすぎないと思うんですけど、見たらこれ12,000円って。12,000円で買えるの。これは安い。これ今僕びっくりしましたわ。ちなみにこれ高木さんが去年買って、あ、そうそうそう。でそれを僕ね、冬に切ったやつを冷蔵庫に入れておいて春刺したんですよ。はいはいはい。一個だけ根が出ました。あ、すごい。え、刺したら出たんですか。出ました。すごい。一本だけ。松の刺し木ってかなり確率低いですけど。なかなか一つでもついたらもう、ね、多分枯れますあれ一個だけ根出てたのを確認して確認したからそうそうそう、根が出たっていうのを確認できたのなかなかという木です。という木です。はい、うん、ね、うん、なかなかこう、うんうん、数を見ないですからね。そうそう、こういうね、もうオーソドックスな黒松もあったり、島田さんの御用松もすぐ値段いっちゃってますけど、うん、12,000円、針金ちゃんとかけてるの。この五葉松っていうのはあのこちらで特産品なんですけども、うん、ここまで黒松なんですよね、うん、ここまでかな、ここまで黒松で上が五葉松で、最初からこの太い黒松に五葉松くっつけたんじゃなくて、ものすごいちっちゃい時、多分お箸ぐらいの太さの時の黒松の苗に五葉松の芽を一目ついで、そこから多分2、30年経ってるから、もうちょっと経ってるかもしれない。で、そんだけ時間かかってるんですね。そうそうそう。で、針金までかけて、これ針金半日ぐらいかかるんじゃないかな、うん、なんで12,000円でいいんだろうっていうね、まあ、そういう感じなんで、高松はやっぱ、はい、次の雇用も、そうですね、多いですね、この銀賞雇用、はい、はいはい。でこれがね、またいいとこありましたね。あの未生雇用松もいいんですけど、未生五葉松結構ね、あの枯れやすい、ちょっとデリケートな樹種なんですけど、はい、この五葉松はね、下が黒松っていうのもあって、まあ、葉も頑丈なんですけど、はい、まあまあ枯れにくいですね。なんでもう初心者の方にはこの香川特産の銀八つ房五葉松っていうんですけど、それを僕もね、自分の YouTube の方でよくおすすめしてます。確かに、はい、強いですよね。そうです、はい、まだちょっとね、あのこのイベントに向けてね、日があるのでまだ棚場がスカスカしてるとこありますけど、もうちょっとしたらね、イベント近づいてきたらまた多分びっしりになってくると思うので、うん、でも今の量だけでもすごいですけどね。そうですね、ちょっとたまに空いてるとこありますけど、うん、結構見渡したらまあまあな数ですよ。そうですよね。こんな
豊松もいいな、これ太い、綺麗に作ってる。ちょっとこれまた、これちょっと僕も言えないな、こんな。あ、言えない。これ映ってますけど、これ YouTube でこれ出していけない値段かもしれない、さっきから。皆さん、今日のことはなるべく口外しないようにいや、これ綺麗だな。なんでこの背が低いのにこんな太く、うまく、すごいな。まあ、これね、ただまあ裏技はあるんですよ。このちょっと筋みたいなのが、まあ、見づらいですけどあるんですが、幹の中に無理やりね、多分鉄の針がね、食い込ませてます。それをすることによって、すごい少ない年月でどっと太るんです。ちょっとネット上とかでも誰か言ってたの聞いたことあるのは、これ針金食い込ませたらそのうちそこを元にね、傷んでくると、枯れるとかって言うんですけど、この辺の人たちそれみんなやるんですが、うちでもね、樹齢50年ぐらいのでもそれ元気にまだ育ってるんで、まあそう簡単にはそれ原因では枯れないと思いますんで、まあまあそこはそんなにお気になさらずにという。はい、この木の中に針金が入ってるってことですね。入ってます、入ってます。だからその分太りやすくなるか。そうなんです。その針金の巻いたところにこうグッとね、肉をこう巻いていくというかね、うんうん、そこにストレスかかってなぜかすごく太るんですよ。そういう原理でうまく。なるほど。うん。これはさすがにね、いいんで税込み13万2000円で。これはこれぐらいね。いや、これが当たり前だと思うんです。そうですね。これだって別にその高い、まあ、値段的にはね、金額的にはありますけど、十分木に対しては。かっこいい。これも、これ面白い。赤松。ね。石にね。これはいいよ。いいですね。支えてますよ、自分で。うん、自分で支えてる。あ、自分じゃないよ、これ。支えがありますね。こんな調子のいいのはなかなかないですね。人で支えてるの、はい、これ小さいのもね。小さいのもあります。あ、これ夢錦、これ夢錦って錦も、そうそう。で、これはね、こっちの高松で昔いい錦松改良したのかな、できて、それを、まあ、独自のね、品種です。何が違うんですか。普通の錦松より、まあ、錦松ちょっと枯れやすいっていう、あんま良くないとこあるんですけど、それが、まあ、かなり軽減されたというか、枯れにくくて、葉っぱもがっちりしてて、芽吹きもいいのかな、結構芽吹きいい感じしますね。なるほど。うん、これ綺麗やな、サイズもすごい、いいですね。20センチちょっと超えるぐらい、うん、ベランダでも ねしっかり抜けそうな、こういう手頃なあたりも。ちょっとこれまた、いや、これ十分綺麗なんですけど、2000円。あー、すごいな。盆栽の里、多分本当に2000円だろ、こういうのね。え、五葉松、五葉松一回接ぎ木しないといけないですからね。接ぎ木するってことは、1000本接ぎ木したら多分ね、プロでもね、3、400枯れるんですよ、うんうん、だからそれを経てのこれなんで。これ、ついでんすか。ついでます、ついでます。どこだろう。これちょうど値札で隠れてるの。あ、これだとこの辺ですね。まあ、高継ぎという継ぎ方ですね。多分黒松の苗木のてっぺんに継いだような、ここが継ぎ目。ここから下が黒松、ここから上が五葉松。よく見ないと分かんないですね。そうそうそう、意外とね、綺麗な、継ぎ目が綺麗なのが多いですね。ちょ、心拍素材、これ2500円でいいの、本当に。太いですね。で、いい模様ついてるし。こんなだったら 3倍ぐらいするんじゃないですか。なるほど。名前を出さないでください。いいよ、いいよ。これもいいじゃないですか。あ、それもいいな。あ、これちょっと僕欲しいな。ちょっといいですね、これ。1500円だったらこれいいですね。いいですね。ひょっとしたら今日、盆栽Qさん買っちゃうかもしれないです、うん、今日改めてまじまじと見てますけど、やっぱり松というか小白類は、ぜひ盆栽の里へと言いやすい感じになってます。なるほど。いろんな人がこう棚借りて出してるみたいな。そうですね、今ここに登録されてる方がおそらく50名いないぐらい、45名か47名ぐらいかな。で、皆さんで、まあ、アンテナショップ的な感じで。なるほど。で、置いて、普段水やりはここの方がしてくれて、まあ、木の入れ替えとかね、草抜きとか、そういうのはまあ自分でするという。なるほど。だからいろんなものがあるってことですね。そうです。もう JA さんがこう皆さんをこう
上手に一つにね、押してくださって、はい、羨ましいです。本当に JA さんと本当ありがとうございます。ありがとうございます。ちっちゃいな。これはやっぱ砂利なんですね、土がね。あ、そうですね。結構見た感じ砂が6割ぐらい、赤玉が3割、4割ぐらいかなという。それがやっぱ地域による土の、ね、差ですよ ね, すね。よくね、外国の人に割合聞かれるんですけど、答えようがないじゃないですか。知らないから。はい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 。なんて言ってます。僕はね、大体粒の大きさが、うん、まあ3ミリ、5ミリぐらいだったら、どの用土でもいいよっていう。あんまりそんなに用土によって、すごいなんだろうな、マイナスが、プラスもマイナスもそんなにはないかなと思います。ただ潰すと崩れるような砂、土は、まあ、割合ちょっと全部が全部それだとちょっとね、泥っぽくなるかな。そうですね。硬質で粒の大きさだけ合ってれば。そうそうそう。よくないのは盆栽に対してね、粒が小さすぎるとね、水はけが悪くてちょっと調子崩すのがよくあるかなという。はい。まあ、そういうあたりでは結構こっちの方は粒粗めの方が多いんで、割と管理ねしやすいと思いますね、この砂。はい、大きい盆栽で砂がいっぱいあるとね、ちょっと重いんですけど、まあ、小さいのだったらね、あんまり関係ないと思うんで、こういうのをね、だん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 こう、今でこそこう可愛いだけですけど、5年10年持つとね、なかなかいい盆栽になってくると思いますよ、こういう小さいのでもね。だからパッと今の見た目だけで判断するんじゃなくて、これから正しい管理さえすれば良くなるっていうのも思いながらね、想像して。千字丸かな。芽吹きか。すごいですね、この吹き方。あ、千字丸ですね。ね。うちにもありますけども、芽吹きしても千でもどっちでもいいなって感じです。一瞬だった。綺麗な形。こういう小ぶりなのも、パッと見渡して結構ありますね。うん、向こうの方までまあまあずらーっと ね, ね、この列だけでも。なかなかこの量の直売会場で。いやー、ないですね。今僕の目の前にあるのがちょっとこう黒い屋根がついてるような、はいはい、ここから向こうは雑木多めで、この黒い屋根と言いましたけど、これ寒冷舎って言ってちょっと遮光してるんですよね。雑木とかは日差しに弱いんで、まあこういう風にして、はい、管理してるんで、なかなかパッと見ても緑緑して綺麗な感じに管理してくれてます。僕が雑木が専門外なので、ここから先はたどたどしい喋りになりますけど、はい、意外と盆栽球さんの方が詳しい。あ、これって僕もあんまりは知らないですけど、石化ヒノキがいっぱいある。連山、あ、連山ヒノキ1500円。相場より安いかな。8500円。あんま見ないな、この奥さんの清姫ですかね。あ、こういう石につけてる、これも見ますかね。とね、なんか好みの木を買って、ね、こういう感じもね、盆栽というよりなんか盆系のような感じですね。うん、これ止まりますね。不買だけど不買品ではない。お、出た。この太さで8000円？え、ちょっと安くないですか？ね。え？え？太っ。間違えてんじゃないですか。だってこっち2万円ですよ。あ、これでは寄せ植えた。なんかこれ安いですね。これ今のうちじゃないですか。ささっとちょっとこれでも言おうかな。これ安すぎますよね。ちょっとね、10月桜、もう花が終わ、今からかな。花芽とかがよくわかんない。こういうのもいいな。なかなかこういうね、かなりちっちゃくてちゃんと、そうそう、結構太い、ね、うん、こんなんないですよ。四国ね、香川だけじゃなくて結構近県でね、生産せっせとされてる方いたりするんですよね。で、そういう方のから愛好家だったりセミプロだったり、まあ本当プロだったり、そういう方の分けてもらって作って鉢植え替えたりとかね、で売る場合も多分あったような感じです。こちらぐらいまでありますけど、だいたい今ぐるっと一周してみました。途中ねちょっと空いてるとこありますけど、多分10月28、29のフェスタ頃にはまた精鋭部隊がね、並ぶと思いますので、ぜひぜひね、
見に来て、いろんなイベントもあるんで、まあ、そっちの方でもね、まあ、見て遊んでみたいな、まあ、食べる方もあるんで、はい、そんな方な感じで楽しんでみてください。はい、今日はありがとうございました。ここに今日僕が来たということは、これから高松の動画が続くんですかね。そうですね、そのようにもう予定、はい、私組ませていただいております。じゃあまた一緒にいろんな盆栽屋さん回ってっていう、はい、よろしくお願いします。はい、前の去年ではね、紹介しきれなかった盆栽屋さんがまだまだありますんで、すごいですよね。盆栽Q さんの時間の許す限りね、そう、回っていこうかなと思っております。であと盆栽のフェスタ以外にもなんかイベントがあるそうで。そうそう、ありがとうございます。忘れてたじゃないですか。忘れてました。ずっと持ってたので、写真コンテストっていうんでね、高松盆栽の写真のコンテストなんで、まあ、どこの盆栽でもいいかどうか言ったらちょっと微妙なんですが、はい、10月1日から11月30日の当日消印有効、はい、なんとね、グランプリはね、商品券、農協で使える商品券、逆に言えば農協でしか使えない商品券5万円分、5万円分ね、はい、それ当たるチャンスがあると。これちょっと注意事項、さっき見てたら写真の画像データとかそういうデータじゃなくて、そうそう、 A4 か四つ切りサイズの写真を郵送らしいです。郵送ね、ご注意ください、はい、こういう応募用紙があるんだ、多分これ取りに来ないといけないのかな。やっぱ来てもらいたいっていうイベントだと思うんで、この用紙を多分ですよ、高松の盆栽さんってこの用紙を取りに来る必要があるかもしれない。はい、他には他にね、ちょっと可愛いね、はい、お子さんの絵が載ってますけど、これは今度写真じゃなくて絵ですね、はい、自分で描く絵、盆栽なんですか。これは盆栽のテーマですね。応募がまだちょっと先かな、2023年の12月1日から1月31日まで、翌年のね。これもグランプリ、全農商品券、農協だけでしか使えない3万円分と全農商品券2万円分、うん、でもその次あれですよ、高松市長賞は図書カード1万円分、お子さんに ね使ってもらえる、全農商品券3万円分と図書カード1万円分、どっちが得なんだっていうね、その争いあるかもしれないですけど、いらんっていうね。でその使いますよ、このまま。優秀賞3点が図書カード5000円、でまたこれ入選5点、さあこれですね、香川県産品セット3000円分相当、うん、まあ、これも小学生限定ですかね。小学生限定ですね、はい、うちの娘に書かそうかな、ぜひ。でこちらも郵送で、はい、こういうイベントも盆栽関連の高松市でやっているということです、はいはい、農協さん JA さんがね、いろいろ考えていただいてね、うん、もう盆栽屋と一緒にもすごくもう頑張っていただいて、まずはまあ今回はこの高松盆栽の里フェスタ2023、はい、10月28日土曜日と10月29日日曜日、時間がね、朝の9時から夕方16時までで、ちょっと閉まるの早いですけど、まあ、この時間でやってますんで、まあ、ぜひぜひ皆さんね、お越しくださいませ、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。